こんばんは、どうも、愛知です。皆様、週末はいかがお過ごしでしょうか。私は今、車の中でね、収録してるんですが、隣にね、同じ息子の、習い事の待ち時間にいる、お父様がね、車で座ってらっしゃって、隣のやつ何喋ってんだって思われてそうで恥ずかしい。いや、恥ずかしいとか言いながらね、割と、車の中の収録やってるんで、まあまあ、言っちゃいいんですけど、まあ、今週はね、こんな感じで撮っていくので、まあ、車の音とか、もしかしたらね、習い事してるとこの子供たちの声なんてのも聞こえるかもしれないんですが、まあ、そういう状況なんだと思ってね、お付き合いください。で、今週は多分便利な言葉とかにしてるかな、まあ、その辺のタイトルかなと思うんですけど、皆さん何かこう物事ね、考える時とかによく使う言葉とかよく使う考え方ってありますか？私は今回それを話していくんですけど、もしねあったらね、ぜひ教えてほしいです。多分私が、あ、それいいなって思うものに出会ったら、ね、絶対俺使っていくタイプなんで、うん、で、これね、前ね、ダラダラショーでちょっと触れた気がするんですよ。メインテーマにはしなかったかもしれないんですけど、私ある本でそういうっていう考え方がいいよっていうのに出会ったんですよ。もうちょ著者さんとか覚えてないんですけど、そういう、どういうふうに使うかっていうと、そういう人とか、そういう日とか、そういう瞬間みたいな感じの使い方です。で、あとそれを嫌なことがあった時に基本的に使うと受け流しやすいってあったんですよ。例えば普段生活していくとさ、自分となかなか合わない人もいるじゃないですか。例えば負の考え方をすごく強い人とかで、あまりそういうの聞きたくないじゃん、自分も引っ張られちゃうから。だから出会った時にはぁってなるんだけど、まあそういう人もいるよねって思えると、まあちょっとこう受け流せるというかね。で、それに出会ってから実は私ずっとそれ実践してて、そう、実践してたんですよ。で、多分ね、もう結構な月日をやってたんですが、なかなかね、うまく使いこなせなくて、自分で。合わないのかななんて思ったけど、でもね、割と好きな考えだったから、そういうっていうのが。でも、言い続けて、思い続けて、使い続けていったらですね、まあ、ちょっとずつ最近、なんかしっくりくるようになったんですよね。なので、改めてこう自分の言葉として実践してきたから、自分の言葉として伝えられるなと思って、今回の、まあ、テーマにした感じです。で、まあね、今言ったように、合わない人に出会った時に、そういう人もいるよねっていう風に思ったりとか、あと、まあ、皆さんがね、どうかわかんないけど、私、その気持ちの浮き沈みが結構激しいので、もうね、何の脈絡もなく、脈絡もなく、なんかさ、負の波が押し寄せてくることありません？別に何もないんですよ。何もなかったんですけど、急に、あ、みたいな、あ、なんかやばい、みたいな時があるんですよ、結構。でもその時に、今までは割と受けちゃって、あーダメだ、なんか嫌なこと起きるわとか、なんかここからちょっとマイナスのゾーンに入りそうだなとかでなっちゃって入っちゃうこと多かったんですけど、あ、まあそういう瞬間もあるよねって、よく来るよねって思う。で、そこでセットで思いにしてるのが、そのマイナスの時、自分にとって、まああるいは51対49で言うとさ、49の時間ですよ、そこも永遠じゃねえよなって思ってるんです。まあ、38年も生きてきたので、何回もね、その負のゾーンっていうかさ、あったし、それが長かった時もあったわけよ。まあ、いじめ受けてた時とかそうですよね、基本的に。あったけど、でもいつかは終わるっていう、うん、まあ今までのが終わってきたからそう思うってのもあるよ。だから今さ、苦しみの最中にいる方なんていうのは、そんな風に思えねえよって思う方ももちろんいると思う。俺もそう思ってたし、そうだけど、自分はやっぱりこれまでの経験がそうだったから、だからそういう時もあるよね、来るよね、こういうのってって思うのと一緒に、いつかは終わるからって、安心しろ俺って思うようにすると、受けるは受ける、やっぱりマイナスのゾーンに若干足踏み入れるし、ちょっと引っ張られちゃうんだけど、でもきっとマイナスにいる時間はね、短く済むようになった気がします。まあ、それは実は考え方だけじゃなくて、結構自分の今私生活の中でも、ここに入っちゃうと、まあ、こういうことをするとネガティブスイッチが入りやすいのも割と分かってるので、まあ、そこに足を踏み入れないとかさ、それを避けるっていうこともセットでやってはいるんだけど、そう、例えばあれだね、 SNS もそう。 SNS ってなんか私、自分のこと関係なくても、なんかこう、なんていうのかな、言い合いになってるシーンとかを見ちゃうと引っ張られちゃうんですよ、すごく。だからその SNS を見るタイミングも、自分のメンタルの調子をちゃんと考慮して、今までさ、ツイッターもね、反射的に見ちゃってたの。なんかさ、スマホのアイコンじゃねえや、なんだ、アイコンになってる場所って大体覚えてません？みんななんか普段 LINE 使ってる人とか、反射で LINE 開けません？何も考えてないけどさ、スマホ持った瞬間に LINE 開いちゃうみたいな。で、ツイッター俺それだったんですよ。だからツイッターのアイコンの場所変えたんですよね、反射で押しちゃうから。
だって押してさ、良くない時に見ちゃうと引っ張られちゃうからもったいないじゃん、自分のメンタルも。なのでそういうのもやめたりして場所変えて、反射で押さなくしたりとか。割とだから今ね、そうツイッターにとかにも出没する回数減っちゃってるんだけど、申し訳ないけどね、減っちゃってるんだけど、でも自分のやっぱりこう自分が楽しく生きていくためには必要なことだなと思って、まあ、そんなことも合わせてやっているっていう感じだから、まあ、そういう日とかそういう人がいるとかそういう瞬間もあるよねとか、そういう時なんだよね今はとかで、割とねこう俯瞰的に緩く物事を、自分のことを見れるようになると、ちょっと変わってきたかな。ただ何度も言うけど、ずっとそうじゃなくて、普通に引っ張られてズーンってなってる日もあるよ。あるあるある。ずっと元気じゃないから、全然ね落ち込んでる時もあったりするんだけど、でもまあ比率で言ったら良くなってんのかなって。だからみんながねこれが合うわけじゃないけど、もしよかったらね、そういうのも あるよって、ちょっと時間かかっちゃったんだけど、俺はかかっちゃったけど、まあ、そういうのもできるよっていうのがね、紹介したくて、まあね、今回話をさせてもらいました。まあ、最初にも言いましたけど、もしよかったらね、皆さんのなんかこういう考え方をおすすめとか、私はこういうのが好きでやってますよなんてのがあったら教えてもらえると、私ね、すごい真似するのが好きで得意なので、なんかそこから入って、きっとね、合うものは、がっつり使わせてもらうかもしれないんですけどよかったら書いてみてください。はい、ということで本日もここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。またね、明日から1週間で、今週が終われば、あれか？ゴールデンウィークやってくる？そうね、そのあたりだよね。なので、まあまあちょっとね、一瞬そろそろ疲れが出る頃ではありますが、お互い一週間ね、また頑張っていきましょう。それじゃあ、また来週お会いできたらと思います。それじゃあ、またね！バイバイ！